疲れ様です、勇者様。ファルシアの方こそ怪我はないか？へっちゃらです。だって勇者様が守ってくれたから。その勇者様って呼び方だけど、できたら控えてくれないかな。なんていうか、まだ名前負けしてる気がしてるんだ。らしいことをまだ一つもできちゃいないし。そんなことはないです。レインは立派な勇者様ですよ。鬼人の羽衣をまとう乙女の一人である私にはわかります。あなたは間違いなく勇者。その虹の剣でこの世界に平穏をもたらす、それを助けるのが私たち乙女なんですから。ファルシアン、他のお二人だってきっと同じように思ってます。だから胸を張っていてくださいね。そうだな、分かったよファルシア、ありがとう。そんな、お礼なんて。それはそれとしてだ、クンカは一体どこをほっつき歩いてるんだ。あいつがいきなり飛び出していったりするからこんな騒動になっているのに。何やら気になる匂いがするって鼻をひくつかせていたみたいですけど。まったく。大量大量あった。おりょ、どうしたの？クンカさん、脅かすんじゃない。まったく。フルーツ取りに行ってただけだよ。いい匂いがプンプンしてたから。はい、これはお土産ね。あ、しつこい連中だ。レイン、ここはクンカにお任せなのだ。え、クンカのせいでみんなに迷惑かけちゃったみたいだし、その分頑張るよ。おめえバンバンジー、そういうことなのだ。なんかいろいろと間違ってますけど。無茶だけはするなよクンカ。よい、さあ行くぞ。行くよー。